ということで、久しぶりですね、この画面。皆さん覚えてますか？あ、YouTube では初登場かもね。もともとね、僕のあの中国語マスターへの道はですね、こういう感じでやろうと思ってたんですけれども、なんかね、途中からあの変な丸眼鏡のおじさんが入ってきたりと、道端でビール飲んだりとか、なんかよくわかんないことばっかやってたなと。あれで果たして中国語が上達してるんですかと。だからね、僕はもう真面目にオンラインレッスン台湾加護教学センターさんに協力いただいてるんで、この様子をねバッチリ皆さんに配信して、次のチャレンジ企画につなげていきたいと思います。次のチャレンジ企画ですね、もう次はですね、ほんとふざけの一切なし、真面目に、もうストイックに、僕が本当に辛い思いをするような企画を考えましたんで、発表したいと思います。次のチャレンジ企画、台湾の女の子とデートをするでーす。デートしたいなと思って、でこうデートするにあたって、なんかどういう言葉を覚えてたらいいのかなっていうのを、中国語を勉強しつつデートもできるっていう、こう楽しい企画になってますね。これやっぱ楽しまないと上達しないということなので、中国語をこう勉強してですね、実際に台湾に台湾に行って勉強したいと思います。先生から電話かかってきちゃいました。じゃあ今日も頑張ります。はあ。ラワン、好久不见。上个月我去台北，去，我拍了很多影片，合作影片，合作。有，我有看到你那个 Facebook 的那个中正纪念堂。嗯。我有看到，很有趣。很有趣，男生。男生的，那个。大丈夫でしたか？大丈夫ですよ。面白い。ちょっと下ネタだったから、あの発音をもう一回ちゃんとやりたいと思って、軽く、そう、軽く感じで。さあ、ということで終わりました。いやー、今日のレッスンも充実してましたね。これで女の子とのデートもバッチリじゃないかと。全然できませんでしたね。俺発音で終わっちゃったよ。ちょっといろいろ言葉を練習しようと思ったんだけど、発音することに終始してしまった。まずはまずはやっぱ基礎と反復、これが大事って、あのイチローも言ってたんで、イチローが言うことは間違いないです。前回のあのイチチーチャングバーのあの時と同じで、これだったら使えるっていうデートに使えるセリフをコメント欄にいっぱい書いてください。僕はそれをもとに来週の授業受けて、実際に本当に使えるやつにしてくださいね。ちょっと面白いやつとかいらないから、コメディアンじゃないんですから、アイドルなんですから、かっこいいやつください。かっこよくて使える、まあでもちょっと面白い方がいいかな。いやでもまあかっこいい、まあでもちょっと面白くてこう気が利いて、あのそういうあのやつがあれば、我很支持。一応勉強してるんですけどね、
かなか上達しない、上達しないんですけど、まあまあまあこういうのはもうやっていくしかないんで、また毎週なるべく毎週こういう勉強動画配信していけるように、皆さんもねどんどん中国語が上達すると思います。できるって話ですよね。継続して頑張っていきますんで、ぜひ応援してください。応援されて頑張るタイプ、褒めて伸びるタイプなんで、皆さんよろしくお願いします。